カローラ前やったじゃん、ハイブリッドか一番上のグレード Z。 あ、これはすげえ、そうなんだもん。おお。気がかり、ここは変わんねえのに中身こっそり変わってるわ中身で勝負、かっこいい、うん、他にないならここに来い、車選び .com。 皆さんこんにちは、本日の車選び .com。 さあ、はい、なんだこれは。これはですね、見てください、 C だ、 C、わかりますよ。なんだ C はカローラ、合ってますでしょ。まあ、ね、どうだどうだ、まあわかるわな、合ってる。でもね、これ珍しいんですよ。え、そうなんですか。トヨタ車ってこう、はい、トヨタのエンブレムがついてるんですよ。そう、普通はね、そのトヨタのエンブレムがついてない車ってね、限られてるんですよね。クラウンとか、あ、ハリアもそうそう、珍しいよね。そう、カローラもその1台ですね、珍しいですね。てかこれ何が違うのね。ね、今日そうカローラクロスなんですけど、はい、前やったじゃん。前やってますね、やってます。見た目はね変わってないんですけど、はい、中身がごっそり変わりました。パワートレイン、何が変わったの、何が。パワートレインがですね、まあ、この車ガソリンとハイブリッドがあるんですけど、はいはいはい、ガソリン車はエンジンが前は 1.8 リットルだったのが、うん、今度2リッターエンジンになってます。マイナーチェンジで。マイナーチェンジっていうか改良ですね、商品改良で。はい、で、2リッターになって、まあ、パワフルに、よりね、あの最新のパワートレインになります。うん、で、今日の車ハイブリッドなんですけど、はい、ハイブリッドの場合は、ハイブリッドシステムがごっそり変わりました。そう、エンジンの排気量は 1.8 リッターって変わってないんですけど、はい、もうモーターからインバーターからバッテリーからもう全部ごっそりと最新世代のハイブリッドになったんですよ。で、前のはね第4世代っていうタイプだったんですけど、今のは第5世代っていうタイプになって、新型プリウスのね 1.8 リッターと同じタイプ、あとはノアボクシーもそうですね。ってことは、うん、リッター何キロ走るんだよ。あ、リッターですか、この車ね、じゃじゃん、リッター、うん、じゃじゃん、書いてない、調べてくるの忘れた。いっぱい走ります。いっぱい走るわな、それは。いっぱい走ります、それはちょっとおいおい。走るわけねえだろ。あとでこの辺に書いてあると思います、はい。外は変わんなくて中身すげえんだ。まあね、今日のこの車の説明をね、カローラクロスしておくと、カローラ初の SUV ボディですね。そうだね、そう、今までカローラってね、やっぱ伝統的にセダンとか、まあワゴンもありましたけど、まあその昔はね、レヴィンとかね、はいはい、そういうクーペもありましたけど、まあ SUV っていうのはこのモデルが初めて追加された FF? ここからなんだ。 FF 基本です、4区もあります。で、登場が2021年ね、日本でデビューしまして、うん、まあ、あの車体のサイズとしてはね、全長これ、まあ、大体 4.5 メーターで、うん、でかい、 4.5 メーターでかい、世の中的にはそんなでかくない。世の中的には普通だよ。普通、普通ですね。で、あの撫でるな。撫でるな。綺麗な車だな。可愛い、可愛いしてるね。え、これでおいくら万円する？あ、おいくら万円。この車は325万。車両本体、まあ、最上級グレードのハイブリッドなんでね、もっと高そうに見えます。大体200万円ぐらいからあります、でも車両としては。カローラだから、大体200万円台。そう、そうがメインですね。はい、で、これ最高級グレードなの、これ一番上のグレード Z です。何が違うの。車選び .com、 車選び .com、 中古車なら車選び .com、 車選び .com でいい車を探そう。確かにヘッドライトが専用になってます。え、確かにかっこいいなと思ってました。結構これはね、あの車外みたいな、車外ここの凝ったヘッドライトね、はい、あのそうですよね。これなるほど、光っちゃうの。なるほど。お、あ、これ流れる、流れてますよね。流れてる、流れてる。流れるのはね、最上級グレードだけですね。あ、そう、はい、おお、なるほどね。じゃあリア、リア、リア見てリア、どんな流れ方してるのかね。流れてるかな。あ、流れてない、流れてないよ。まあね、まあまあ、そういうこともあります。シンプル、はい、なかなかシンプル、あります。はいはいはい、という感じです。まあボディは SUV だよ。 SUV で全長でいくとヤリスクロス以上ラブフォー未満、おー、その間ですね。なるほど。って、ね、まあ、だって格好は変わってないもん。格好はまあそう、以前と全く変わってないです ね。そう、中身だな、ごっそり、はい、こっそり変わってる。ただね、細かく見るとね、例えば今日の車、これ純正ですけど、うん、ミシュラン履いてるじゃないですか。ミシュランね、ちょっと他のメーカーよりタイヤ高いんですよね、純正の、ね、高いよ、輸入価格が高いんですけど、高いよ、それを履くぐらいこだわってるとへいうことですね。なるほどね、そういうことか。はい、で、そうだな、うん、見た目のね、最新のポイントはですね、はい、
ハイブリッドカーだとなんすか、バッジが違いますとかね。バッジがね、昔は、ハイブリッドシナジードライブですねっていうエンブレムが前のプリウスとかと同じやつがついてるんですけど、うん、最新のトヨタのハイブリッド車は HEV ハイブリッドエレクトニックビークですね。いいじゃん、なんかさっていうのになってますね、うん、はい、大きそうですね。SUV だ。あ、もう積んであるの？ちょっとね、積んであるんですけど、はい、これ積み使い方が間違ってますよ。誰だこれ？こういう意味でこれで、はい、正しいのはこれだね。このボードがついて、はい、このボードね、なんかボードは、なんでボードつけるんですか？下は、はい、嫁に見られたくないものを置く。実はね、標準状態だと、はい、このボードの、うん、この周りのものがないんですよ、ボードとか。あ、なるほど。これオプションで、はい、この二重底にするキットがついてます、うん、この車体には、個体には、はい、で、本当は、うん、この辺がなくて、うん、ガラッとこのままガラッと、そう、あの、はい、そこがありがとう、そこが低くて、とにかく荷室が広いっていうのがこの車の特徴なんですね。このパワーバーは何のため？これはボードをかぶせるためです。普通はないものなんです、ね、普通はないんです。そう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 、なるほど。この辺のものが、ね、この辺のものが取れるんですよ。だからないんですよ、本当は。本当はね、本当はないし、この横もこれもないんです、うん、標準状態だと、はい、でこれはオプションでついてるんですね。つけてある。でその本当のこの車のコンセプトはもうシンプルで、とにかく広く、うん、荷室を広くっていうのがコンセプトで、うん、ね、容量が487リッターなんですけど、でかいプラス最大なんですよ、うん、一番広いんです、はい、ただね、そのシンプルな広さの一つ問題点は、うんうん、倒した時にノーマルで段差が結構、なるほど、そういう、そうそう、そんな時に、そんな時にこれの出番、やってくださいよ。これの出番、はい、あ、それ、あ、出番ね、出番、これをフラットになると、やるとフラットになると、なるほど、そう、あ、そういうことか、そういうことなんです。素晴らしい、はい、これでゴルフバッグとかもグッとグッと詰めるし、はい、まあ車中泊とかね、なるほど、寝れるの、寝れる人もいるんで、寝る人もいるんで、ここで寝れるというふうになってます、はいはいはい、まあ、この下もね、うん、あの荷物ね、いろいろ荷物積んだりして、まあ、整理整頓に役立って、こういうのが欲しいっていう人はもうつけてくださいと、うんうん、あった方がいいね、多分ね、うん、というふうになってます。はい、でまあ荷物これね、今はまあ見て分かる通り楽勝だよ、全然楽勝ですし、こうやってもいけますからね、全然入っちゃう。今これ高くしてるのに入りますね、うん、全然入っちゃう。そうそうそう、余裕だね。すげえすげえ、うん、すげえすげえ、あ、これはすげえ、そう、このクラスでね、ちょっとこれだけゆとりがあるのは、うん、結構すごいですね。いや、これはすごいわ、うん、多分これ楽勝、立つんじゃないかな、これ外せば立つね。そうすると全然立つ、はい、ほら、楽勝、楽勝、これ立つってなかなか、あ、でも入らないかな、すごい、ちょっと閉めてみますかね、全然横にすればいいんだ、うん、横にすればいい、あ、ダメだった、ダメ、ダメだった、ギリギリダメだった、これで、まあ、だけど、まあ、すごいですね、これ横にすればいいんだよ、こっちに、あ、こっちに、こういうこと、あ、そうそうそう、確かに、あ、こういうことね、そうそうそう、これなら全然楽勝ですね、うん、もう一個いけそうなぐらい、うん、すごい、すげえ、そうそう、まあこのぐらい積載力がすごいと、こう後の車体の割に、うん、すげえすげえ、広いわ。へ、広い。これ売りですか？やっぱ結構、ね、これは相当カローラクロスの、うん、これは売りだね、売りですね、はい、これは大したもんだ、いろいろ考えてるわ。まあこれね、東南アジアとかでも売ってるんですよ、タイとかね、うん、でタイなんて日本より発売が早かったぐらいなんですけど、でそういうところだとやっぱこのクラスの車って実用性がものすごい求められるんですよね、うん、そりゃそうだ、うん、なので、日本以上に実用性が求められるので、こういうパッケージになってますと。2列目乗ってみよう。2列目ってです。あ、それからね、こうリアフェンダーとかね、かっこよくないですか、これ。こうすごい、こうブリスターフェンダーみたいに。そうだね、ちょっとね。ちょっとね。で、うん、これあのうまいなと思うのは、ここがちょっとへこませてあるんですよ。うん、こうへこませることでよりこう膨らみ感を強調してるんですよね。なるほどね。こういうテクニックがね、おありますね。なるほどなるほど。はい、2列目乗ってみよう。お邪魔します。お、足元めちゃ広。足元めっちゃ広、ね、屋根すごい、じゃあさ、褒めすぎじゃないですか。いや、すげえよ、これ、これだけ足がすっぽり入る車、うん、なかなかないよ。あ、足、あの足先ね、足先、ただ、いや、膝代わりはあんま全部入る、そんなにね、膝のとこめっちゃ広いじゃない、うん、でも下に入るから伸ばすのに苦がないです、うん、そうですね、膝周りはそんなに広くないですね、この車。靴すっぽり入っちゃうよ、これ、うん、これでもね、いや、めっちゃいいよ、これ狭く感じない、上がもうだって
空なんだもん。上いいね。いいですねこれ。そうだね、あ、そうこれがね、ね、はい、オプションからちょっと待って。そうですよね多分。パノラマルース風、うん、電動サンシェード付け11万円のオプションですね。あ、これ安いですね。安い、うん、はい、まあ最初はね日本だけのオプションだったんですけど、今はねいいアジア仕様にもある気がするな。これはあった方がいいね。絶対開けてた方がいいです。これはあった方がいいですね。気分いいよな。うん、絶対広いですもん。ガラスが開くっていうのは素晴らしいです。いい感じ。ガラスが開くっていうか天井が開くのは素晴らしいですよ。あ、もう寂しい。寂しい。じゃあ、じゃあ眩しい時は閉めてればいい。今半分ぐらいの時も良かったですね。半分ぐらいの時なんかちょうど眩しさだけなくてよかった。はい、で、リアはまあセンターコンソールがありまして、うん、ドリンクギリ、うん、ちょっとそうですね、うん、ここに欲しいんだ。ここにこっからシュッて出てきてくれたらいいやつ。ここでもまだ大丈夫だよ、うん、まあね、2個あるだけで嬉しい。そうそうそう。あとはこの辺は AC あるかな、うん、AC あります。ちょっと見えないです。 AC はあるよ。あります。2個はハイブリッドカーだからね。2個ついてる。まあ、荷室にもついてるんですけど、これあの、うん、まあ1500ワット使えるんで、相当あのドライヤーも使えますよね、沢ちゃんように。またドライヤーだ、うん、とかもうすごい普通のガソリン車よりも容量がでっかい電気、うん、使えますね。それからリクライニング調整も一応あります。本当だ、はい、あ、え、いい。ちょっとあるね。そのぐらいがいいと思いますね、リラックスな、ね、いいリラックスポジション。いい感じだよ。割とな、うん、思ったより下がってた。SUV でも今席のリクライニング調整できる車ってそんなに多くないんですよね、うん、このクラスだと。なるほど、そういうところも大事ですよね。いいです。前乗ってみる。はいはい、前めっちゃいいんじゃない。あ、シートいい。これうわ、シートいいぞ。これ何、これ、革とふかふかのとこがある。シートなかなかいい。布だ、布。これはよいしょ。あ、シートヒーターもついてる。嬉しい。カチ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 いいね。カチカチいいぞ。でもちょっと音が鳴ってほしい。ちょっと待ってください。ベタベタじゃない。ガチガチするだけでいいんだよ。後ろあれさっき USB 100ボルト AC 100ボルトがあるって言ったけど、ついてるの USB ですね。USB でした。そう、AC 100ボルトはトランクですね。あ、トランク。ラゲッジについてます。後席にはないですね。トランクから紐伸ばしてもらえば、まあそれはそうそう、延長コードで。はい。はい、いいじゃん。シンプルですね。シンプルでいい。すっごくシンプル。使いやすい。おお。うん、あ、ここに今ついてんだ、シガーソケット。これね、違うと思う。誰かがつけたんじゃないかな。あ、うん、あのこれは標準じゃないですね。なるほど。いいじゃん、シンプルで。で、新しいのは、ナビ画面がでかくなってるような気がしますね、はい、これね。あ、そう、はい。ただこれはね、10.5 インチはね、オプション扱いですね、うん。標準はもっとちっちゃいやつになってますね。なるほど。はい、それからメーターが変わってて、うん、トヨタの中の最新のメーターになってますね。以前はこれ全面液晶じゃありませんでした。へえ。最新モデルは、はい、この最上級の Z グレードだけ全面液晶のメーターがついてます、うん、はい、で1個下のグレードは液晶がちっちゃくなります。でもう1個下はもうアナログメーターになります、うん、っていうね、グレードによってメーターが違う珍しい車なんですね。変えてるんだ。そう、これあのいろんなモードがあって、うん、はい、はい、これが最高級グレード、うん、最上級グレードのメーターですね。レーダークルーズモード、はい、初めて聞く言葉です、うん、あ、レーダークルーズモード、あ、これね、あのレーダークルーズの設定がここに出てくる。 あの前の車との距離とか、うん、自動で測ってくれて、そういうのがそこに出てくる。へえ、ね、いいじゃん、いいじゃん、はい、これなんです。この電源ボタンね。あ、それはね、置くだけ充電。あ、置くだけ充電ついてる、うん、オンオフができる。これね、オプションですね。13,200円。あ、高い。安いからね、置くだけ充電のスマホ持ってるのでつけた方が絶対いいですね。あった方がいい、うん、いいじゃん。そうで、メーターがね、ちょっといろいろ変わるんですけど、一応やってみますかね、うん、あ、これだ、表示設定、うん、はい、で、メータータイプ、うん、これですね、これ、ありますね。あの2眼タイプか1眼タイプか使って、うん、フルデジタル、うん、今フルデジタルなんで、うん、1眼タイプにしてみますかね。おお、へえ、こういう風になりますね。いいじゃん、いいじゃん。面白い。面白いですね。はい、ちょっと戻しましょう。はいはい、こうですね。面白い、面白い。好みありますね。こういう1眼タイプになります、うん、面白い、面白い。で、それから、はい、で、この2眼タイプ、おお、なるほどね。こういう風にもできますね。はい、はい、はい。
それから面白い面白い、メーターのデザイン、まあ、今のレイアウトだったんですけど、うん、これもスポーティンとか、うん、タフタフ、ちょっとこうワイルドな、ね、歯車みたいな、なるほど、文字盤になる、はい、スマ、はい、スマートスマートな、なるほど、カジュアルカジュアル、まあ、こういうふうにいろいろ変えられるいいじゃないの、はい、こういう、まあ、これは自分の好みに合わせて、うん、まあね、設定すればいいの、12デザインか、じゃあそう、いろいろできます、こういうことができます、いいじゃん、いいじゃん、はい、あとこれ、あの珍しいことじゃないんですけど、うん、実はそっちエンジンかけてみてもらいます、あ、じゃあドアも閉めちゃいますかね、ドア閉めて、はい、で、あ、エンジンかかってます、かかってます、かかってます、そしたら、これこうぐるっと周りが見られる、この間なんか鈴木の処理かなんかをやったことでしたね、こういうのがありますし、面白い、でこれをちょっとですね、うん、そのブレーキ踏んでシフト変えてみてもらえます、はい、そうすると全方位が見えるのと周囲が見えますね、うん、はい、でこれ人立ったら見えるんですか、人立ったらもちろん見える、うん、え、見てください、私立つから、はい、いた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 、沢いたいたいた、うん、いたいた、いました、不審者あ、本当だ、いるいる、うん、いたいた、すごい、で、じゃあ今度 P に入れてみてもらう、 P じゃない、 R に入れてもらってもらえます、いや、メニューが変わるんですよ、今後ろの、ほら、バックにすると、はい、後ろになりましたね、うん、バックモニターに、はい、まあ、これハンドル切った時の位置が出てきたりとか、うん、でこうフロントがいっぱい見える画面とかね、うんうん、こういうの今ね、ここがね、見えちゃってるの、これドア開けてるからですね、あ、なるほど、はい、はい、まあ、こういう画面が選べたりします、はい、いいじゃん、ちょっと、まあ、そんなのね、最近のトヨタ車これ普通なんですけど、うん、まあ、あんまり紹介してなかったんで、紹介します、あとね、もう一個ね、僕ね、伝えるの忘れたこと、ドリンクホルダーが、うん、あ、横にあるやつでしょ、横にあるやつ、気づいてたなら言ってよもうね、これめっちゃ嬉しいと思ってたここにドリンクホルダーがあって、うん、これだったら、3人乗っても3人乗っても、そう、で、これ多分センターアームレストに土屋さんが言ってが届きやすいと思うんで、そう、横のドアにあるんですよ、これはね、いいところですね、この車のね、思ってた、これなんか他の車にも普及してほしいと思うんですけど、そう、他の車ちょっと足元の方にあるのもあるけど、うんうん、あれダメだね、ここに入んないんですよね、あれ、あれダメ、これすごくいい、これはすごいいいですね、なんていうのもあります、さあ乗り行きましょう、よし、走りに行くぞ、はい、車選び .com アンバサダー土屋健一です、車選び .com の新しいアプリ、これで検索するといろいろサクサク出てきますので、毎日を楽しくね、これをインストールしてほしいなと思います、それではよろしく、愛車のお値段すぐわかる車選び .com さあカローラクロス、はい、はい、ハイブリッドですね、ハイブリッド FF で、はい、最上級グレード Z と、はい、あ、最上級グレードは Z って言うんだ、 Z って言うんですよ、そう、トヨタはね最近 Z 多いですね、ほう、やっぱハイブリッドだよな、世の中便利ですね、うん、今この効率見ながら走ってます私は今何で走ってるかなって理系女子みたいなこと言うんじゃねえよあ、ここはこうなんだなって思いながら、はい、で、あとこれね EV モードもついてるんで、そう、静かになった急にでももうすぐにエンジンかかっちゃった、 あんまりバッテリーがないんですね、なるほど、うん、その状況に合わせてやってくれるんだ、うん、そう、状況に合わせて、そう、でもこれ 1.8 でしょ、 1.8 ですね、え、これ充電はどうやってやるやつですか、え、充電はもう勝手に車が、あ、勝手にやってくれるやつ、そう、勝手にやってくれる、外から繋いだりはしなくていい、はい、へー、ハイブリッドっていうのはもう走ってれば充電していくから、このブレーキとかで自分で、そうそうそう、回生ブレーキとかね、で、この車エンジンは 1.8Nm で、うん、98馬力142Nm、まあ、14.5kg ぐらいですね、トルク、はい、でモーターは95馬力、はい、で 185Nm、まあ、18.9kg ですね、うん、トルクが、でこれモーターとエンジンを合わせてミックスするんで、トヨタのハイブリッドシステムは、あ、なんて言うんだろうな、で両方のパワーを、まあ、単純に足すわけじゃないですけど、まあ、両方のいいところを使いながら走りますね、うんうん、モーターだけで走る時も当然あるし、はい、でそれからこの第5世代のハイブリッドになって、うん、効率がものすごい良くなったんですよ、はい、なので、燃費が良くなりましたね、まあ、そうだろうね、うん、まあ、それからあとはダイレクト感が良くなったんですよね、
操作、昔はハイブリッドってね、昔のトヨタハイブリッドってこうアクセル踏んだ時にちょっとなんて言うんだろう、ボヨーンって伸びる感じがするっていうか、ゆるいって言われてましたけど、最近のはね、あの反応良くなってますね。これも最新世代なんで、毎回毎回新しくなるたびに良くなっていくんですね、うん、もちろんもちろん、まあ悪良くならないんだったら変える意味ないからね、うん、そう、なんか毎回ここ良くなったっていつもその、うんうんうん、あれレスポンスの話、はいはいはい、あるなと思ってたけどまた良くなったんだ、またそう、あのもうそうプリウスと同じぐらいになりました。燃費めっちゃいいと思うよ。じゃあ50キロぐらい。あ、そう、燃費ね、言ってなかったですよね。10キロいかない。カタログのね、一応数値を見てそのうち来ちゃうのかなと思ってワクワクしてるんです。50はないな。50は、50はさすがに無理ですけど、ないな。それでも、WLTC モードで 26.4 キロ行くんだから、なかなかのものですよ。走るわ。いいよ。すごいですね。うん、嬉しいだろうな、この、これ買うそうってご家族いたりとか、どっか遠くにね、まあ、旅行というかキャンプとかもあるだろうし、うんうん、いっぱい走んなきゃ。そうですね。いいこといいこと。そう、視認性いいなこの車、うん、見やすい。あと走行モード切り替えもあのシフトレバーの右前にありますので、うん、私が勝手に、じゃあ沢ちゃんが音声入力でパワーなんて言えばいいんだろう、カローラ、違う違う違う、沢ちゃんが受ける側だから土屋さんが口で言えば沢ちゃんが変えてくれるっていう。へい沢でお願いします。へい沢、何がヘイサワーだよ。ヘイサワー、はい、上手に押します。上手に押すの、はい、あの人より上手に、人よりそれは頼もしい。そうですよ、あとでお金とか請求しないでね。しないんです、そのために生まれたんで私は。すごいな。そのために生まれた、モード切り替えるために生まれたんで。初めて聞いたそんな人。これ 1.8 リッターだけど結構走りいいですね、うん、走りいいね、トルクも、ま、トルクの乗り方はね、ガソリン車とは全然違うんで、うん、軽快な走り心地ですね、うん、あと面白いのはこの車って、はい、駆動方式によってリアサスペンションが違うんですよ。あ、そう、今日は FF なんでトーションビームなんですけど、はいはい、4WD になると W ウィッシュボーンになるんですね。おお、うん、なるほど、はい、で W ウィッシュボーンはやっぱりね、あの特性としてはいいんで、うん、あのこう旋回中のね姿勢がいいとかね、うん、ありますけど、まあそれよりもね、やっぱ乗り心地がいいっぽいですね、 W ウィッシュボーンの方はね。へー、うん、これよりいいんだ、これよりいい。いやでもさ、トーションバーだけど、うん、乗り心地いいよこれ、すっごくいいです、なあ、びっくりしました、うん、もうね、いやこれいいよ、乗り心地いい、跳ねる感じもないし、まあ、その辺うまいんです、味付け本当に上手。いや、これは味付けうまいわ、うん、走りとその乗り心地のバランスがすごくいいですね、トヨタはね。 SUV なんだけど乗り心地がいい、うんうん、これはカローラってもともとは、うん、あのどういう人が買う車だったんですか、昔は。庶民、庶民、カローラ対シビックみたいな、庶民。サニーも絡んできますよ。ああ、そうだ、サニー、うん、サニー、シビック、カローラ、そう。で一人で乗る車っていうよりはご家族がいて、あ、もちろんもちろん、そういう方向けなんですね。庶民のベンツだから。おお、うん、まあ動きはいいですね。いいよ、うん、トルクいいよ、やっぱりこのハイブリッドありますね、うん、そう、 1.8 のハイブリッドだけど全然いいよ、非力じゃないですね、うん、そう、うん、全然非力じゃないこれ、うん、うわ、これいいよ、あのお値段か、うん、まあ、右に行きますね、きっとこれはいいぞ。まだお値段言ってなかったでしたっけ、うん、お値段まで言ってなかったでしたっけ。お値段は高いよこれ、カローラ、お値段言いましたよ、言いましたよね、325万本体、うん、でオプションがね今日50万ぐらいついてるんですよ。ほう、何が高いかっていうと、ナビ系が11万、そんなに高くはないですね。あとはね、うん、ブラインドスポットモニターのパーキングサポートブレーキ、パノラミックビューモニター、うん、まあ、カメラ関係ですね、とか、うん、あと選手安全系を足したやつが12万2000円、でかパノラマルーフが11万、カローラが300万超えってすごい時代だね。そうなんですか、私このクオリティで300万ってすごい抑えたなと思ったんですよ。でもカローラっていうと、そう、もうちょっとやっぱり安価なものだったんですね。カローラシビックって言ったらさ、何万台、まあ、200万台がいいところ。ああ、そうなんだ。まあ昔はそうでしたね。昔なんて
カローラ、うん、シビック、サニーといえば200万以下で買えたからね。以下以下今軽自動車でもなかなか難しいですもんね、うん、そうそうそう、庶民のベンツよ、うん、かも時代がね。そうですね、ちなみにこれあのトルクあるなぁ、うん、いい加速。一番安いのはね、218万円。あ、すごい、うん、これがありますね、218万円、はい、から選べます。まあそれと本当に装備を絞ったね、レンタカーとかね、向けのやつですね。そうだね、はい、あー、コーナリングもいいな、安定してますね、ちゃんとね、いい、うん、これは立派だぞ、いいな、この乗り心地、しっとり感、本当にあの高い車に乗ってるのと変わんないです、うん、そうそうそう、うまいね、うん、まあ後ろに乗ってて不満はないですね、乗り心地ね、うん、いや、いいよ、これはあ、かっここは変わんねえのに中身こっそり変わってるわすっごいね、これ中身こっそり変えるのお金かかってると思うんですよ。かかるよ、かかる、めちゃかかる。そしたらもう見た目も変えたくなっちゃうとこなのに、ね、うん、中身で勝負、かっこいい、もうなんか脱いだらすごいんです状態、うん、脱いだらすごいんです。藤まり、あ、マリーちゃんだ、マリーちゃん脱がなくてもすごいですから、脱いだらもっとすごいでしょうねうん、でこれなんでそういうことができるかっていうと、うん、やっぱカローラシリーズで上物ボディの上は違ってもシャシーは共通になってるんです、うん、セダンもハッチバックもね、うん、それからワゴンも、はい、それからそのクロースも、なのでまあ横展開ができると。なるほど、新しいメカニズムをね、うん、そう、まあ、そういうことがあって、新型を、新しいパワートレインを入れたんでしょうね、うん、これ回生ブレーキっていうかさ、はい、充電システムすごいよ、前より減らないもん、これだけ踏んでもそうですね、そう、そうそう、あ、結構増えました、増えてます、うん、増やしてるね、あれだけアクセル踏んだのにバッテリー増えてる、あれ普通あれだけ踏むとさ、はい、減ってくんだよバッテリーって。あ、確かに、それはさすが、ね、土屋さん気づきましたね。ちょっとどの間に充電したの彼、うん、多分だよ、はい、その回生ブレーキだけじゃなくて、はい、走ってるだけの車輪からもらってんだよね、もらってんじゃないかな、すごい、まあ、ちょっとね、どうやってどこで充電したかっていうのはいろいろ状況に変わると思うんですけど、うん、ただその辺の効率が良くなってんのもその最新ハイブリッドのいいところなんですよね、うん、いや、そう思うよこれ、うん、へえ、いや、これはすごいな、うん、そう、これだけ踏んでんのにバッテリーが増えてくる、増えちゃった、うん、しかもパワーモードでね、そう、まあ、実はね、パワーモードの方がね、ちょっと充電量も少し多いっていう話もあるんですけどね、いつもエンジンかけてるんで、いや、でもすごいよこれ、うん、じゃあちょっと今ノーマルモードにしてみますか。もうノーマルモードしたらこれで状況によってはもうエンジン止めると思うんで、ノーマル、はい、あ、でもこれだけ今、いや、増えてる、増えてますね、うん、え、増えた、増えた、うん、いや、今これでバッテリーで走ってますね、エンジン止まってますね、減った、うん、滑らか、うん、これバッテリーだけで走ってるね、え、ちょっとすごい、うん、これね、そうだから結構な速度域までエンジン止めて走れるんですよね。充電上手、うん、すげえすげえ、なになに、すごい、うん、いや、すごいよこれ、ね、今制限速度いっぱいで走ってますけど、それでもね、エンジン止めて走ってますからね、うん、すごいですね、いや、すごいよこれ、賢い、使い分け、うん、なに、これバッテリー減らない、この車、これすごいシステムですね、うん、新しいハイブリッド、そういう効率の良さが燃費として出てきてるわけですね、うん、すごい、ちょっと感動してる、いや、これはすごいよ、すごいことだよこれ、すげえな技術、うんうん、すげえ進化だこれ、普通減ってくんだよバッテリートヨタさんすごい、今はねほら世界中でねハイブリッドが見直されてますけど、そうですよね、やっぱこういうところですよ、ちょっと先行ってますねこれ、うん、ヨーロッパが切り替えたでしょう、はい、ね、で電気だけじゃ無理、そう電気もねいいところ もちろんいっぱいあるんですけど、そうそうそう、電気は電気で近所の周り走ってるんだったらさ、うん、だって航続距離400キロだったら200キロ圏内で走ってれば全然気にならないじゃん、そうですね、うん、この子はきっと近所だけ走る用途に買う人って
そんな多くないかもしれないなと思いましたね。これ全然長距離行けるよ。どっか行きたくなっちゃうと思います、これなら。そう、まあ、本当にね、今のカローラシリーズはね、シャシーがよくできてるから。いいじゃん、ちょっと、うん、カローラクロス、ほらバッテリー増えてるし、増えてきた、2個増えて帰ってきた。出発した時よりも増えてるって。しかも10分ですよ、高々。すげえ、普通ね。それであっさり割とアクセル踏んでたのに、おとなしく走ってたなら分かるけど、割とアクセル踏んでましたからね。そう、それでこれバッテリーが増えてる。立派でした、うん、はい、これは立派です。他にないならここに来い、車選び .com。見た目はね、変わってないけど。見た目変わってないけど、中身はね、ちゃんと進化してましたね。いや、中身すげえわ、うん、どうよ、サワー。ハイブリッドシステムに感動しました、新しいやつ。走って、もう頑張ってガーって加速してるのに増えてるんですよ、バッテリーが。な、そう。でも気づいたの土屋さんだよね。ガソリンは増えないですからね。そう、ガソリンは増えないよね。あれ見た瞬間、言われた瞬間、えーって思って。俺的にはあれだけこう踏めば、あれだけエンジン回せばバッテリーって減ってくもんだと思って。普通はそうですよね、今までね、うん、その技術がすごい ね、うん、ですね。本当にそうですね。もうその世界をハイブリッドでリードしてるトヨタは伊達じゃないですね、うん、と思う、はい、でこれ、あの、そうだ、触れなかったんですけど、安全、選手安全システムとかももう最新バージョンになってて、で例えばあの最近のトヨタとかレクサスの新しい車についてる、こう前の車に近づくと自動的に減速してくれる機能とか、の ACC じゃなくてですよ、普通に走ってて道走っててこう前の車に近づくと車間距離取るために自動的に減速したりっていう機能もついてる。優しい、優しい、そういうのもあります、はい。で、それでですね、もう一つ、ま、僕はちょっとね残念なのは、これね、タイとか行くと GR があるんですよ。え、 GR カローラじゃないですよ、 GR カローラじゃないですけど、あの GR スポーツだから、見た目とかがサスペンションとかがスポーティーになってるやつがあって、それがね、見た目が結構かっこいいんです。ぜひ日本で。かっこいいんです。 GR はかっこいい、かっこいいんです。それもね、ぜひね、せっかくあるなら日本もやってほしい、展開しましょう、展開してほしいなっていうふうに思います。はい、お願いします。トヨタさん、いかがでしょうか。非常に良い意見だと思いますけれどもね。我々としては欲しいなということで、よかったらいいねを押してください。登録もお願いします。お願いします。バイバイ。